日本鹿児島県鹿児島市四元町四元町は、鹿児島県鹿児島市の町、旧日置郡松本町大座四元。郵便番号は899-2708。人口は299人、世帯数は162世帯。鹿児島市の西部、谷口川上流域に位置している。町域の北方は、上谷口町、南方は、平田町、春山町、西方は、 直木町、東方は、春山町に接している。町域の中央を南北に、鹿児島県道291号松本川辺線が、通り、東西に、日置広域の道が通っている。鹿児島市編入以前に、鹿児島地区合併協議会で、当該廃止された地の区域に相当する区域より、新たに町の区域を設定し、その名称については、 各町の意向を尊重しが、ページまでに調整するものとするとされ、2004年2月2日に、松本町大技直樹及び松本町大技、神谷口の一部より分割し、松本町の大技、四つ元が設置された。同年11月1日に、松本町が、日置郡郡,郡郡山町、鹿児島郡吉田町、桜島町、伊布郡木入町と共に、鹿児島市に編入された。 合併に際して設置された法定合併協議会である鹿児島地区合併協議会における協議によって松本町の区域の大技については字の区域を廃止し当該廃止された字の区域に相当する区域により新たに町の区域を設定しその名称については表示案に基づき各町の意向を尊重し合併までに調整するものとすると協定された前述の協定に基づいて 合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である町の区域の設定及び字の廃止が鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき、それまでの大技4元は廃止され、大技4元の全域をもって新たに鹿児島市の町4元町が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年。 以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。